よら古墳群一よらく、関所古墳よらく古墳群は、奈良県高市郡高取町に分布する古墳群。2013年3月27日に国史跡に指定され、2017年2月9日に追加指定が行われた。古墳は、標高209メートルの海吹山より派生する、尾根城の南北500メートルの範囲に、6世紀後半から7世紀前半にかけて、 順次築造された三期の古墳からなり、北から寺崎、白壁塚古墳、与楽貫鈴鹿古墳、与楽貫女古墳が並んで存在している。墳丘形態は、円墳から方墳へ、埋葬施設は、横穴式石室の片袖式から、両袖式、さらには、横口式石角へと変化した。また、与楽貫女塚古墳と、与楽貫鈴鹿古墳の原質は、 旧高市場で天井が高く、中でも、前社の原質高5.3メートルは、奈良県内で最も高い。さらに、寺崎、白壁塚古墳は、古墳周辺を大規模に造成して構築されたとみられ、予告知識かくは、アスカ地域最古である。3期の古墳は、数多くの古墳存在する奈良県内において、個性的であるとともに卓越した内容を持つ。 いずれの古墳の副葬品にもミニチュアスイハンドが出土し、石室形態を踏まえると、被葬者はトライ系氏族との関係も示唆されるところで、ある。古墳時代後期、終末期の奈良県において卓越した内容の主張簿で、あり、古墳の墳形及び埋葬施設の構造の変遷を辿ることができるという点で貴重であるとともに、トライ系氏族の動向を知る上でも重要である。なお、 この3期の古墳周辺の丘陵には同時期の円墳等が100基ほど存在している。東西町20メートルから35メートル、南北町20メートル、高さ9メートルの型台形を呈した古墳である。この古墳の墳球背面は幅6メートル、深さ2メートルにわたり、区画のため掘削が行われた。また、南側には東西15メートル、 南北10メートルの平坦地が2段にわたって作られていた。そして、こうした施設を取り囲むように、丘陵南斜面に作兵等土地改変が行われ、古墳の頂域としては、最大で東西90メートル、東西60メートルに及ぶものと考えられている。埋葬施設は巨石を用いた予告知識せっかくで、現室は長さ2.2メートル、幅1.1メートル、 高さ0.9メートルで、長さ4.3メートル、幅1.5メートル、高さ1.5メートルの全室及び長さ4.3メートル、幅1.8メートルの沿道がつき、全長は10.9メートルに達する。せっかくの石材館には、漆喰が充填されていた。出土遺物としては、漆器やミニチュアの鍋があり、古墳の築造時期は7世紀前半と考えられる。 直径28メートル、高さ9メートルの円墳。一辺36メートル、高さ10メートルの二段築成の豊墳。ありがとうございます。